スハーブティー、はい、まえのんです。今日はですね、この後ね、お仕事があるんですけど、スキンケアからメイクまでね、ちょっと動画を撮っていきたいなと思ってます。それではよかったら最後まで見てみてください。どうぞ。はい、それではですね、まず最初に使うのがこちらです。ロダムの導入液みたいな感じですね。一番最初に使うものです。肌が結構日によってガサガサしがちなんですけど、そういう時に塗ると次の日に、ね、結構お肌の調子が良くなってたりするので、割と信用して使ってます。これね、3本目ぐらい使ってます。はい、そしたら化粧水をのせていきます。化粧水はこちらです。ハクスリーの化粧水になってます。これはいつも私9点で買ってます。これなんかすごい口コミがめちゃくちゃ良かったので自分で調べて買ったんですけど、普通に化粧水ってちょっとサラッとしてるイメージあると思うんですけど、この化粧水はもう本当にお肌が膨らんでる、なんかぷくってなった感じの肌質に変わる気がします。そしたら続いて美容液ですね。美容液はこちらをのせていきます。ハクスリーの美容エッセンスです。これはなんか美白効果もあるらしいので、肌のくすみが気になった日とかは結構使ったり。はい、続いてクリーム入っていきたいんですけれども、今回ねちょっと初めて使うクリームを使っていきたいと思います。はい、今回はですねこちらです。デデン、最近ねプレゼントしていただいたネオゼンのクリームを使っていきたいと思います。そう、これね2種類あるんですけど、はい、このね2つはなんか自分の肌に合わせて使うのがいいそうなんですけど、この白いタイプがあのさっぱりと保湿したい方向けで、パープルの方ですね、しっかりとね保湿したい時に使うのがこっちなんですけど、重ね付けもいいそうなので今回は重ねていきたいと思います。じゃ先にねこっちのさっぱりとしたものから、ネオゼン V バイオームスージングクリームになってます。こちらは19種類のねマルチビタミンと8種類のヒアルロン酸が配合されていて、お肌にね水分をチャージしてくれるクリームになっているそうです。じゃあ早速使っていきます。手につけて、あ、すごい出てきた。本当に線香花火みたいなんだけどほら、こんな感じ。すごくないですか？そう、このね、キャップについている、この、線香花火みたいなやつ。こちらなんですけど、これなんかグローブマッサージャーっていう名前らしいんですけど、スパチュラとマッサージャーがこうセットになってるというか、こうくっついて合体したみたいなものになっているそうで、テクスチャー、あ、気持ちいい。サラサラしすぎず、ちょうどいいもっちり感かもしれない。あ、香りもいいですね。あ、やっぱ入ってるんだ。お花のエキスのが入ってるから、ほんのり、本当になんか強くないです。本当に気にならないぐらいの香りです。うわ、すごいもちもちしてる。例えるならオールインワンジェルみたいな感じ。なんかもうこれ1個で済んじゃうぐらいちょうどいい保湿力。じゃあまず顔にのせていきたいと思います。もう1回なんかこれ持ち上げただけでなんかちょうどいい量がつく気がする。これをのせて伸ばしていきます。なんかこれ皮膚科学をもとにね考えられてるアイテムみたいなんですけど、お肌ってね何層にもなってると思うんですけど、なんか一回使用しただけでなんか10層の奥の奥の方までしっとりね保湿してくれるアイテムになってるみたいで、今ね実際にのせてみたんですけど、ちょっと一回お肌のチェックをしていきたいと思います。いきます。なんかしっとりしてる感じ、わかりますかね、伝わるかな。しっとりしてます、かなり。はい、今ね結構普通にさらっと自分でのせたんですけど、なんかねサイトに使い方が載ってたので、公式の使い方で使っていきたいと思います。はい、ちょっとね見ながらやっていきますね。両端の眉からこめかみ、眉のラインに合わせてマッサージしてください。せっかくだしマッサージャーでマッサージしていきたいと思います。眉毛のこめかみから眉のラインに合わせて、こういうことか。おお、気持ちいい。なんかちょうど手のここ、この感じがこれ骨の間にこう入るみたいな、力がこう入れやすいかも。眉からこめかみ、眉からこめかみ、そしたら目の下ラインから目元から目尻にかけて、こういうことか。おお、本当になんかちょうどいいとこに入ってくれる。なんかこのこうやって指でやるより痛くないかも。でもしっかりとほぐれてる感じはあります。そしたら鼻の横から、ほんのね、ここ
あ、気持ちいい。鼻の奥から頬のライン、はい、最後顎の中心から耳の下フェイスラインに合わせてマッサージしてください。こういうことか。おお、なるほどね。気持ちいい、めっちゃ。はい、ということでマッサージ終わりました。クリームを塗布するだけじゃなくて、塗布しながらグローブマッサージャーでね、こうマッサージすることが可能なので、なんか2つの役割がこれ1個でねできちゃうのがいいなと思いました。手軽にねリンパを流してリラックス効果もね与えられるので、スペシャルケアがねできそうだなって思いました。はい、続いてですね、こちらのででん、ミョーゼン V by オームファーミングクリームを使っていきたいと思います。こちらはですね、19種類のマルチビタミンと10種類の、ね、ペプチドが配合されていて、しっとり保湿ケアと弾力ケアをねしっかりとこうやりたい方にはすごくいいんじゃないかなって思いました。はい、それでは重ねていきたいと思います。もうすでにね結構保湿された感じはあるんですけど、本当にでもやっぱりサラッとはしてるかも、まだお肌は。それでは使っていきます。こっちもねさっきと同じ感じで、こんな感じでクリームがつきます。本当に部分的に使い分けてもいいのかなって思いました。乾燥しやすいところとか、まあ、目の下のちょっと乾燥気になるところとか、小鼻周りとか、まあ、口元とかいいんじゃないかなって思いますね。それでは重ねていきたいと思います。はい、はい、伸ばします。あー、こっちもいいな。本当なんか少量で結構伸びがいい気がします。だからちょっと 今のでもつきすぎた感じは少しあるかも。ちょっとしか出してないんですけど、これで本当に蓋された感じがします。見てみてください。こんな感じ。さっきのねクリームだけでも結構もちもちになったなって感じはしたんですけど、乾燥が気になる方はこうやってダブル使いも結構いいんじゃないかなって思いました。ということでメイクを始めていきたいと思います。ベースはこちらです。ポール&ジョーのモイスチャーライジングのファンデーションプライマーの01番を使っていきます。はい、ベース終わりました。じゃあファンデーションを使っていきます。クックのザ・リクイドファンデーションの110番を使っていきます。クッションファンデを使ったりとか、ほんといろいろファンデーションって悩みますね。今日はこれにします。コンシーラーを使っていきます。 &B のファンシーラーです。はい、眉毛描いていきます。デジャブの、パウダーペンシルアイブロウナチュラルブラウンを使っていきます。眉尻だけ、眉尻が綺麗だといい感じになるので。はい、そしたらアイシャドウはミルクタッチのコーラルムードデートというカラーのこの色を使っていきます。最近結構アイシャドウ薄めだったので今日は濃いめにします。指でもなじませます。下にも同じカラーを入れていきます。リップからいっちゃいます。シュウエムラのルージュアンリミテッドキヌサテンテイラードヌードというカラーで、これマジで可愛いです。のせます。え、可愛くないですか。しっかりね色つくんですけど重くないんですよね。おすすめ。アイラインはキャンメイクのクリーミータッチライナーの03番を使っていきます。最近まつげの調子が悪いんですよね。なんか漏れない。夏が近づいてるからかな。湿気で落ちてきちゃうのかも。すぐにエレガンスのカールラッシュフィクサーでまつげを上げます。まつげのね調子が悪い時はヘルナのコブラブラックを使えば多分いけるはず。下も乗せます。
まつげ終わり。はい、そしたらチーク、 NM のマルチカラーの304番のアウアストーリーというカラーを使っていきます。いきます。可愛くない？モテチークって感じ。結構目元はしっかり色のしたので、チークは柔らかいカラーで。はい、リンナイ引きます。さっきのキャンメイクのやつです。はい、ということで完成しました。こんな感じです。はい、ということで今日はこんな感じでお仕事の日の GRWM みたいな感じの動画を撮ってみました。いかがだったでしょうか。今日紹介したネオゼンのクリームの詳細はですね、概要欄に貼っておきますので、そちらから気になった方は飛んで見てみてください。それではよかった方はチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。それでは皆さん、おやすみ、ミルクティー、バイバーイ。